メッツ参加 3A シラキュースに所属する藤波慎太郎が苦境にあえいでいる。今季からメッツに新加入してリリーバーとして期待されたが、課題の請求難がすぐに露呈してシーズン開幕直後にマイナー降格。復調をアピールしたいところだが、打者と対戦する投球水準に達していない。4月25日のガーディアンズ参加 3A コロンバス戦では、 1>, 1試しか取れず1安打4四球6失点の大乱調続く4月28日のコロンバス戦でも1審のみで2安打2四球2失点でマウンドを降りた9試合当番で防御率14.09メッツはナ・リーグ東地区で勝率5割をキープし課題の投手陣を検討している現時点で藤並のメジャー昇格は極めて厳しい状況だ写真メジャー関係者が明かす 佐々木朗希より欲しい投手がこちら。160キロ近い直球を投げ込めるのは大きな魅力だが再現性が低いのでマウンドで投げてみないとどんな投球をするかわからない。首脳陣も判断が難しい投手という認識です。高めの直球で空振りを奪えるので、ある程度請球がまとまれば戦力として十分に計算できますが、オープン戦から不安定な投球がずっと続いている。 このまま状態が上がってこないようだと厳しい。藤波が他球団でメジャー昇格を目指して対談を申し出た場合は、獲得に乗り出す球団があるかもしれないが、決して評価が高いとは言えない、米国に駐在する通信員。メジャー挑戦1年目の昨季はアスレチックスで先発起用されたが結果を残せず、ブルペンに配置転換。安定した投球を見せた時期があり、 7月にトレードでオリオールズに移籍すると、9宴で30試合登板し2勝0敗にセーブ2ホールド、防御率4.85をマークし、地区優勝に貢献した。今季はメッツと1年335万ドル、当時の為替ルートで約5億円、プラス出来高で契約を結んだ。9宴陣は160キロを超える直球を投げる投手が少ないため、パワーピッチャーとして期待されたが、 ストライクに取ることに四苦八苦しているようではメジャーで生き残れない。熱狂的で知られメッツファンや地元のメディアからはなぜ藤波を獲得した。不良再建になる確率が極めて高いなど辛辣な声が多い。メジャーを取材するスポーツ指揮者は厳しい味方をする。トレード遺跡だと、遺跡先の球団が藤波の年俸分を負担することになるので獲得のハードルが上がる。 対談してフリーになった方がメジャーの残り29球団からチャンスが舞い込んでくるかもしれない。ただ、その可能性が高いかといえば微妙です。不安定な投球が続いていることで株が下がっている。30歳という年齢を考えると、中長期的な戦略で若手を育てた方がいいと判断する球団が多いでしょう。